皆さんこんにちは。新型コロナの感染が広がるもとで、どう市民の皆さん、県民の皆さんの命を守っていくか、中小企業の皆さんのなりわいを支えていくかが大きく問われています。私が高校2年生の夏に父親が45歳で難病を抱えていて急死しました。自宅で急死してた状態を見て、何もできなかった自分がいて、命を守る仕事に就きたいと思って、看護学校そして保健師学校を目指しました。誰の命も大切にしたいっていうのが、この父の死を経験して私が強く思っていることです。この保健師として働いてきた病院時代に経験したことが、とても政治家を目指すことにもつながったんですけれども、お金がなくてね、病院にもかかれなくて治療を中断してしまう方ですとか、過酷な労働でなかなか健康診断を受けれなくて、やっとね、病院に来た時にはもうがんが末期状態でお亡くなりになるという方とか、被爆者検診なんかも担当してたんですけど、原爆被爆の後遺症を持ちながらも懸命に核兵器のない世界を目指して頑張っている患者さんに出会って、本当に一人一人が大切にされる世の中を作る、命を守るためには政治を変えなければならない、そう思いました。そして仙台市議を目指しました。一つは高すぎる国民健康保険料が払えなくて本当に困ってるっていう貧困世帯の方ですとか高齢者の方ですとか、たくさんの生活相談をいただいてきて、ぜひ国保料国保税を引き下げたいということで、毎議会取り組んで、仙台では子どもの均等割が保険料引き下げられるという、そういった成果なんかも作っています。あと私が忘れられないのは、農村地域で、高齢者の方が一人でね暮らしていて、こたつの中に真冬なんですけど石油とストーブ炊けないんですね。灯油代が買えないっていうことで、もう首までこう入ってね、すっぽり暖を取るためにこたつの中に入ってたおばあさんがいた。でなんとかその灯油代を買えるような支援策作るべきじゃないかってことを、議会で求めて福祉灯油制度がその時に実施されたっていうこともありました。DV で暴力を受けた方がね、助けてくれっていうことで、寄せられたこともありましたし、やっぱり貧困ですとか生活の困難ですとか、こういう苦しみを何としても解決する、そういう仕事を頑張ってきたという思いです。誰の命も尊く等しいと思うんですね。この世に生を受けた人たちが、最後のその、命の炎を消すその瞬間まで人間らしく、その人らしく生きていくことを支えていく政治を作りたいと思ってます。障害のあるなしや、あるいは男性や女性、多様な性の方も本当にその人らしく輝いて生きていけるような世の中を作りたい。でそのためにも憲法の、私は25条の生存権や13条の幸福追求権、そしてその根底にある憲法9条を守って平和で安心して生きていける、そういう社会を作っていくためにも、ぜひ国政で憲法を生かす命の輝きがしっかりと保障される、そういうメッセージを作りたいと思って国政を目指します。